呼吸してるだけで指名ってもらえちゃうんですよね。あ、もちろんアフター行かないです。HostTV.com。 渋谷の大きな看板に乗るこの男、ブラックダイヤモンドクラブ代表取締役タオ。2023年度3億4000万オーバーを記録し、業界3位の実績と独特の感性を持つ男。前回は自身の認知度を調査するべく街頭インタビューを決行、さらに抜き打ちチェックを行い、5000万以上のコーディネートを披露した。今年から新体制となったブラックダイヤモンドクラブのとある日の営業中に密着。タオワールドがここでも走り取りました。最近ブラックダイヤモンドクラブに入荷したこちら、賞金13万円の墨汁ドリンクいただきたいと思います。呼吸してるだけで指名ってもらえちゃうんですよね。あ、もちろんアフター行かないです。らしいでしょ、指名ありとして何でもいいか、何でもいいか。え面白いことはやっぱり、ね、素敵なお友達をね、振ってくれたポイントが面白いこと言ってくれるんで、お願いします。すいません、ごめんなさい。やべ、ごめんなさい、カットでやっちゃいます。帰ることあります。はい、出現する際はご注意くださいね。ポイントでした。普通はあんまりヘルプ触れちゃいけないあれですけど、場内いただいたからにはめっちゃプレッシャーなんですよ、実は。やっぱりわざわざ場内をやっぱいただいてヘルプ使わせていただくって、やばいやばい、本当になんかね、やばい。5年間撮影してきた中で初めてヘルプのシーンを捉えた。なおさんと働くのに久しぶりじゃないですか。めちゃくちゃ久々です。椿なるレジェンドプレイヤー、4年連続1億売り、グループナンバーワンを取ったこともあるタオ代表と同期で、かつては椿なるの方が売り上げも指名も勝っており、タオ代表がライバル視していた人物。あの頃と比べて、はい、代表の良さって変わらないところなんです。を始めてキャリア長くなると、こうモチベーションだったり足が重くなったり、代表は変わらずなんてところが、こっちに行った時に、まあ、そこが一番すごいなと思いました。彼の凄さっていうのはどうかしら、なんであんまり売れてるのかなって思ったけど。まさき副主任、昨年は年間売上グループナンバー13となり、今年度は1億突破を期待されている逸材。初めて営業一緒にした日からすぐ売れてる目が分かってくるから、全部総合的にすごいなって。めっちゃ面白いし、視野広いし、いろいろあるんですね。すぐ分かります。タオ代表の連勝を止めるべく、仲間たちもタオに負けじとシャンパンコールを鳴らす。僕の方が村下のところでシャンパン出るでした。僕の方がかっこいいです。ありがとうございました。ウェイウェイ、ハルシー、ありがとう。シャンパンありがとうございます。代表がね、密着入ってるんでね、全員で、ね、お店盛り上げられたらなって。そうよ、代表の密着入ってるんで、僕もね目立ちたいんで、シャンパンでかして、シャンパンでかして、ありがとう。終わりがとうございます。代表の密着に僕が出ます。どうもありがとうです。よいしょ。したりとかいろいろあるんですけど、代表の密着でね、シャンパン行けたっていうのを僕的にも本当に嬉しいんで、ありがとうございます。会場慣れましたね。環境にはやっと慣れたって感じで。天音新総支配人、未経験入店から程なくして毎月1000万以上を40ヶ月連続売り続けたカリスマ。移動前は店舗の代表をしており、さらなる強敵を求めブラックダイヤモンドクラブに参戦。従業員がいいのはもちろんなんですけど、なんかお客様がすごいいいなって、まあ、自己主張してくれるお客様が多いので、僕はそこがすごく好きだなって感じがします。僕がブラックダイヤモンドクラブ1ヶ月の第一印象です。ずっと一番の普通です。はい、さらに上がいる環境
自分に変化をつけます。ナンバーワン取るのが当たり前っていう世界に生きてたんで、僕よりも上がいて、そこを追いかけるっていうのが3年半ホストやって必要なかったんで、それが新しく芽生えてきたのが、また一からのスタートかなと思います。結構たちが入ってきたじゃないですか。はい、はい、なんか大したことないですね。あ、そうです、すいません。白馬譲副主任、タオ代表の教育を受け、昨年急成長を見せた白馬、昨年惜しくも1億届かなかったが、今年はすでに1億ペースの超新星。ファイナル LP とか天音新総試合人とか朝日福祉年は、まあ別になんか思ってたほどではなかった。ああ、嘘です、すいません。とか、まあ入ってきて、まあ、新たな知識がもっと、もう今年3年目になるんですけど、彼らが入ったことで僕の進化っていうのが楽しみですね。自分の進化が2024年と、はい、今年の目標お願いします。いや、もう決まってるじゃないですか。もう新しい人たちとか、まあぶっちゃけ眼中ね、僕が目指すところは HELL タイマル。宣戦布告を受けた直後、タオが見せた、ね、僕の密着のはずなのにね、ちょっと僕シャンパン今日1本もまあ入れてなかったわけですよ。で、他のね、素敵なキャストがね、みんなもシャンパンこう入れていただいてて、やっぱり僕もね、シャンパンお客様に入れていただきたいなと、お客様にどうしても僕の密着なんでシャンパンお願いしますって全くお願いせずに席に着いた瞬間70万枚入れました。こちら当店のインセットになります。インセットというのは最初の卓についた段階で無料でつくメニューになります。70万オーバー。おめでさおめでさ、席についてないですけども、私戻ってきた瞬間に75万バブリアにあじゃまるテクです。渋谷でですね、マホソ TV さん、あの撮影僕がしてきました。別れ際の時にですね、マホソ TV さんから、まあ、こんなこと言われたわけですよ。今日、タオ代表の密着なんで、まあ、ラストソング撮ったら、これだけありますねみたいなこと言われた時に、いやそうは言うてもって思ってたら、うちのね、ジェネラルマネージャーが余計なこと言いなかったんですよ。代表なら大丈夫ですって。お寿司 T シャツを着てるということで、お姫のことが大寿司お前らさん、すごい。マジックなんてできるわけないじゃないですか、どう考えたって。僕はただのホストなんで、上の量があると思うんですけども、5に変わるんですよ、こうやって。で、こうやってやったところで、こうやって7に変わるんですけども、席っていうのは自分のことなんですよ。圧勝でラストソングを獲得した。タオさんと働いてみて、彼の凄さっていうのはやばいっすね。僕が思うのは、人間の形をした別の生き物なんですよ。神様に近いっていうか、今地球上に存在していることがありえないぐらいすごい人なので、ここにでも本気で勝ちに行きたいなっていうのは、ホストをやってきて一番の成長になるなって思ってるんで、絶対いつかずっと申します。2023年、業界3位の売り上げまで上り詰めたタオ、彼はホスト界に何をもたらすのか、引き続き彼を追っていきたい。マニーマニープリーズマニーマニーレッツゴー。ビリオンビリオンビリ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 フェイスヘアスーツシューズグググググググビリ How much?Love.